公益財団法人新教育者連盟は日本の公益財団法人である。本部は東京都国立市にある。支部は全国に26カ所、会員数は約2000人。かつて社会教育団体振興協議会に所属していた。設立時から谷口正春著、生命の実るル賞の哲学を理念とする。かつては成長の家と協力関係にあったが、 2002年に成長の家の教団との包括関係を否定した。結果、全体の8割を占める教団系の支部長の辞任という事態を招き、現在は教団とは対立関係にある。その他、評議員には、日本航空高等学校石川校長の浅川、正と大分大学名誉教授の安藤敏夫等がいる。生命の教育を、家庭や社会、 学校などに普及させることを通して、日本や社会、世界の将来を担う青少年の育成に寄与する、としている。子供に宿る前世と無限の可能性を信じ、それを引き出し伸ばす、としている。自分自身、親、祖国の三つに誇りと自信を持った健全な社会人を、育成するためとし、母親教室、子供寺小屋の開催や、学校、 PTA 等での講演活動を全国各地で行っている。ABCDEFGHIJKLMN 新教育者連盟とは引く新教育者連盟、ABC 社会教育団体振興協議会加盟、団体新教育者連盟、加盟団体要欄加盟団体一覧。ありがとうございます。